めちゃベーコンとアスパラのクリームサラダ、あ、クリームサラダだね、パスタ。いただきます。ママ、見たい。早速ベーコンと食べないかも。でも後であれかな、膝の上だったら食べたりするかな。一旦それで食べさせるしかないよな。お膝好きだもんね、甘いもんさんだから。落とした。はい、持ってね。結構くっついてるかな。ああ、切れてなかったってこと？いや、あの半分に折ってるから。ああ。味薄い気がするから、お好みでいろいろ。変な感じで取れちゃった。大丈夫。じゃあアスパラ美味しいから食べなんね。じゃあこの緑のアスパラ。食べたことあるっけ、アスパラ。いや、ないと思う。出したことはあるっけ。ないと思う。なかったっけ。多分、出した記憶がない。出そうと思って出してなかった記憶しかない。お水が。ああ。美味しい？
じゃあアスパラかベーコンも食べてね。後で食べさせるよ。一緒に食べとかないとそれだけで食べることになるよ。それは辛いんじゃないのかな。意外と全然平気？いや、なんかこってりしてるかな。まあ大丈夫。後で食べるんだよ。でもこれいいの？落ちちゃった。食べさせようと思ったら。ほなちゃん、後でベーコンとか食べるんだよ。分かってる？今食べといた方が楽だよ。ね。なんとか食べさせられないかな今。気づかないように口に入れると。うん、食べてていいよ。
難しいな、どちらかというと、ちゃんとした持ち方に近い方なのかな。なんかぐちゃぐちゃだけど下から持ってるし、で後で食べさせるからね、他のも。アスパラとベーコン食べることになるよ、後で、うん。別にアスパラって癖強くないよね。多分。うん。なんかすごい大きいね。大丈夫。まあまあ結構減ってる、うん。いや、美味しいの？パスタはずっと食べてるけど、お腹空いてたのかな。でもお腹空いてたっぽい。機嫌悪かったし。お姉ちゃん、具材多くなってきたなってなってる、うん。あとで食べるんだよ、これ。でもどうせなんか今日のはそんなになんか具材うざくないと思うんだけどね。あー、絡まったりしないから、そんな絡まりづらいような気がする。デザート食べるかな。さあ、どうなんだ。アスパラとベーコンどれくらい食べるか次第で。そっか。この後。ママ、上行ってきても平気？うん。
ん？何？アスパラ食べるの？ほら。ほら。一旦分けて、じゃあ後で食べるよ、ほのちゃん。食べる？食べないの？あ、食べてる？入れない？食べちゃん、ちょっと一回あれしようか。ここもいいか。一回手伝うから野菜食べよっか。野菜とベーコンね。うん、食べるの？こっち来て、こっち来て食べるよ。よいしょ、よいしょ。ほのちゃん、はい。はい、アスパラ。食べないの？膝の上でも。ほのちゃん、ほら、遊ばない。ほら、ベーコン、食べない。ほのちゃん、ほら、食べて、どうぞ。これ食べないの、ほのちゃん。ほのちゃん、一回食べてみな、一回。ほら、あーんって。
ダメだね、ダメだね。なんか別のお野菜出すね。